はい、どうも皆さんこんにちは。これから不動産鑑定士試験2022年、分野別過去問解析プラスアルファ討論会計学の、今日は第6回目になります。講義の方をスタートしていきたいと思います。担当はレクセン理工士の高坂です。はい、ではですね、今日は6回目ということ で今日で終わりですね。全6回になります。はい、で今回の内容なんですが、1問ですね、今年という言い方します。2021年、ね、今年の本試験問題を、入れておきました。で、ただ最初の問題について、問題1の方に関してはちょっと分量上ですね、全部というわけにはいかなかったんですが、ちょっと一部抜粋しちゃってるところがあるんですけどね。で、今年の問題ですね。で、問題1問題にあったんですが、で、おそらくですね、おそらく問題の2番だったはずですけどね、棚卸さんの方ですね、棚卸さんの会計基準ということで、でこちらが、おそらく、新しい試験員ですね、橋本武久先生ですね、からの出題ではないかというふうに予想されます。でこの先生は今年初めての問題として試験員担当されて、初めての問題を、出題しましたので、おそらく来年皆さんが受けられる時も、1年で肯定ということは多分ないと思うんで、橋本先生だろうなということで、予想はされます。全て予想なんだけど、ね、急に変わっちゃうということも、なくはないんですが、ない、それは可能性はちょっと低いでしょうね。ですから、この橋本先生、橋本武久先生でしたっけね、京都産業大学だったかと思いますけどね、こちらの先生はおそらく来年も出題されると、試験員担当されるということで、今年どんな問題を出したのかということで、ちょっと中身について簡単にですね、形式面も含めてお話をしたいと思います。でただ、当然なんですが、今年出た問題ですから、まさか2年続けて同じテーマが出るということはない ということなので、棚卸さんですね、棚卸さんに関しては、おそらく2022年ですね、来年ということで、来年は多分出ないと思います。はっきり言うと多分出ない。ただ棚卸さんに関して言うと、棚卸さんはやっぱり扱う範囲が広いんですよ。ですから、ちょっとこれからまた少し詳しくこう、精査をしていかないと、はっきりとしたことは言えないんですけれども、部分的にはですね、ちょっと出ることもあるかもしれませんけれども、通常はですね、棚卸さんは、ここは外していいんだろうと思います。ですから棚卸さんを外すと、結構皆さんは負担というかね、棚卸さん全体ですね、全体を外してしまうと結構負担軽くなるかなと思うんですけどね。あとは栗鍋さんも今年出ましたんでね、この2つは栗鍋さんはさすがにないと思います。出てしまったら本当にもうごめんなさいというしかないんですけどね、試験ですからね、絶対ということはないんですが、栗鍋さんさすがに2年連続はないと思うんですね。で棚卸さんも2年連続はないと思うんですが、棚卸さんに関して言うと範囲そのものが広いので、若干ですね、ひょっとしたらちょっと将来は少し部分的にこうやってもらうっていうテーマがあるかもしれません。ちょっとまたこれからまた詳しくですね、内容についてこう細かく見ていかないといけないんですが、ただ基本的には棚卸さんはないと思います。来年はないだろうなと思うんですね。ということで、一応最初の問題は今年の試験問題を振り返って、来年に備えるということで、来年は多分形式は多分同じような形式を踏襲されると思われますんでね。ですからその形式面を踏まえて、こういう特徴がありますよということで、ちょっと一言お話をしていきたいと思います。でメインは、第2問目、問題2番の方ですね、問題の2番の方で、来年のことを考えて、実は今年もちょっと出たんで、一部出ちゃったんですけどね、有価証券についてやっぱりちょっと危ないなという感じがしますのでね、有価証券の話をしていきたいと。ですから今回、第6回目ですね、第6回目なんですが、今回は今年の問題をちょっと少し振り返りをしていきたいと、と同時に来年ですね、来年はやっぱり有価証券やっぱ危ないかなと思います。ですから有価証券についてを、やっていきたいと思うんですね。ではまず問題の1番なんですが、ちょっと解説レジュメですね、3ページ目になりますかね。で、
最近の鑑定士もここ数年もずっとそうなんですが、問題文長いんですよ。問題文が長くて回答の分量が異常に少ないです。昔私は不動産鑑定士がまだ二次試験と呼ばれた時ですね、二次試験三次試験なんて呼ばれてた時からずっと、私担当しているんですが、昔はですね、こんな試験じゃなかったんですよ。こんな試験という言い方もあるんですが、もう今最近はですね、本当に回答の分量少なくなっちゃって、なんかこう 穴埋め空欄補充ですね、なんか空欄補充ばっかりになってきて、空欄補充とか、あと、先生書いてるのが1行だけとかですね、せめて2行だけとか、そんなような文章でね、なんかほとんど論文式というのはちょっと違うような気がするななんて思いながらも、あれなんですが、ただおそらくもう暑いですからね、もう多分採点するのも大変なんでしょうから、多分この形式はそのずっと続くんだろうなと、もう会計学の伝統みたいな形で、続くんじゃないのかなと思うんですけどね。問題文は長いですね、回答の分量は少ないですね、そんな感じなのかなと思います。はい、でちょっとプレゼンターに切り替えますが、今年の本試験ですね。で、問題の2番の方なんですが、で、田辺さんに関する会計基準で、6-2 とか 6-2 とか7とか10ですかね、この2つ、6の2と7は分かるんですが、10はちょっときつかったなと、私ちょっと本当これは反省している、ちょっと皆さんに、ご迷惑をかけちゃったなという、もうちょっとこれ強調しとけばよかったかなと思ったんですが、ここを出すかという、最小脱原価なんですけどね。で、括弧の1番で、あから a までに入る語句。これはちょっと回答例ですね。回答例で確認してみてください。で、括弧の2番、計算問題が出ました。で、いわゆる先入れ先出しと後入れ先出しで、この資料から、この資料から、先入れ先出しと、移動平均ですね。すみません。移動平均法の2つで、それぞれ、これはもう、しかも金額だけですかね、回答の分量から見ると、回答用紙ですかね、回答用紙から見ると、金額だけなんですかね、先で先出しと、移動平均、ね、はい、残高ということで、期末でね、当月末、ごめんなさい、当月末ですね、当月末の、田辺さんの残高、金額ですね。で、端数が出るときは、四捨五入というね。で、ちょっと次のページ渡っちゃうんですが、で、3番ですね。で、こういう問題が多分橋本教授の特徴が現れてくるんですが、これ昔の鑑定士のものです。会計士の基礎にある考え方ということで、取得原価基準をどう捉えているかということで、要するにこれは学説なんですよ、学者の考え方です。で、しかもそれと関連するんでしょうけどね、それと関連して、いわゆる一般的な取得原価基準とそれが矛盾するか否かということね、もちろん矛盾はしないんですけどね、ここが橋本職が出た問題だと思います。で、4番と5番は規定通りです。4番は最小達原価で、ただここさっきもちょっと触れたんですが、もうちょっと私授業で強調していれば書けたかもなと思うんですが、最小達原価による評価を行う条件を挙げなさいと、絵による評価を行うための条件を答えなさいという、ちょっとちょっときついなという感じですね。はい、で、次ですね、次のところで括弧の5番ですね。で、これはいわゆる、当例なんかでもやってきましたんでね、大丈夫かなと思います。はい、一応そんな問題ですね。はい、で、ちょっとですね、この問題でいうと、このさっき言った先入れ先出しと、移動平均ですね、ちょっとこの計算のやり方だけ確認しておきたいと思います。答えはこういうふうに10万トンで、6000、5000円ということで、で、この問題の資料ですね、解説ということで、問題の資料に基づいて先入れ先出しと移動平均、両方で答えを出していくのは当月末、×X 月ですかね、×月の、月末ですね。で、私はいわゆる解説というか、その終わった直後でも言ってきたかなという、そういうつもりではいるんですが、こっちはなんとかできてほしかったなという感じです。先で先ですね。で、これはさすができないでしょう。移動平均ですね。これはちょっと無理だと思います。
で先出先出しに関して言うと、先に仕入れたものから先に払い出すという過程で計算するので、そうすると この資料ですね、先に仕入れたものから先に払い出す、そうすると、月末ですね、月末の棚卸さんの金額はいくらかということで、これはなんとかこの資料から、あの計算自体は算数ですけどね、単純な、算数なんで、あとはもう考え方ですね、考え方をうまく整理して回答してほしかったなということなんですが、先入れ先出しですね、先に仕入れたものから、まあ、順番に先に払い出すと、まあ、先に払い出すということね。とまずこの数量データを見ていきます。まず前月から繰り越されてきた、まあ、例えば商品にしちゃいますけどね、棚卸さん商品が70個あった、で単価1000円でね、で50個売ったということで、この時点で20個しかないんですね。70個あって50個売っちゃったんで、この時点で20個しかないわけです。で再び100個仕入れてきた、これで120個になる、でさらに20個売っちゃった、20個なくなるということで、結局月末に残ってる商品の数ですね、商品の数は100個だということ、まず数量計算しないといけないんで、70個あって50個売った、この時点で20個残ります。20個残っていて100個仕入れた、これで120個手元にあります。で20個売っちゃったんで、やっぱり100個になっちゃうね。要するに期末、ごめんなさい、月末って言った方が良かったですね、今回当月末なんで、ごめんなさい、月末に変えておきますが、月末の棚卸さんの数量ですね、まず数量自体は100個残っていると。でこの100個っていうのは、先入れ先出し法というもので計算すると、先に仕入れたものから先に払い出すということは、この残っている100個っていうのは後から仕入れたものっていうふうに考えるんです。先に仕入れたものはもう先に払い出されているんで、そうするとこの100個っていうのは後から仕入れたもの、そうすると多分この問題作った先生は、まあ、橋本先生だと思うんですが、この100個残っている、この100個ってちょうど、13日に仕入れたこれですね、100個です。この100個とこの100個が同じなんで、月末に残っている、まあ、この100個ですね、この100個っていうのは当月に仕入れた、この13日に仕入れた部分だっていうことになるわけです。と単価1060円ですから、100個で1060円という単価になるんで、金額でいうと10万、飛んで、6000円。ここはなんとか正解してほしかったなという感じですね。ですからこの100個数量残ってるんですが、この数量100個はここの日付のものなんだってことが分かれば、100個で単価1060円ですから10万飛んで6000円、先に仕入れたものから先に払えた。でまあ、これはさすが無理ですね。これはちょっと移動平均はさすが無理だと思います。で移動平均というのは仕入れですね、商品を仕入れた都度単価を修正していくということなんですが、これねちょっと上に戻っちゃいますが、まずもともとちょっとデータをもう一回整理していくと、70個もともとあって単価1000円だったんですが、ここで50個売っちゃったんですね。50個売ったということは、この時点でもう20個しか手元にないんですよ。7日で7日の時点で売上50個ですから、そう7日の時点では70個もともとあったので50個売っちゃったんで、この時点で20個しかないんです。20個しかないんですね。で次13日に今度仕入れてきた、100個仕入れて、まあ、単価1060円で仕入れてきた、この段階で単価を修正して考えなきゃいけないです。ですから仕入れの都度単価を修正して考えるんで、13日に再び商品を仕入れてきた、これ単価1060円で仕入れてますんで、100個ですね、100個仕入れてきてるんで、この時点で単価を修正するという計算が必要なね、単価を修正する。でそうするとちょっと下がっていただいて、移動平均ですね、移動平均法で計算していくと、まず7日の売上ですね、売上の時点で20個残ってるわけです。で単価1000円ですからね、単価1000円分かりますかね、大丈夫ですかね、元々70個あって単価1000円ですね。この、まあ、商品にしますが、この70個で1000円ですね。この中の50個売っちゃったんで、50個売ったということは20個しか残ってないということなんで、20個しか残っていないということで、20個残っているのはこの単価の1000円の商品が20個残ってるって考えですね。ですから、20個ですね、20個残っていて単価1000円ですね、もともと前月から繰り越されていた単価1000円、これが20個残っちゃってるんですよ。7日お客さんに売っちゃった、50個売っちゃったのね、20個残ってるんですが、で次の仕入れが13日で、この仕入れの時点で単価の修正をしないといけないんですが、そうすると
もともとですね、この時点で残っていたのは前月から繰り越されていたものは20個で1000円ですから、金額で言うと2万円です。金額で言うと2万円です。で、13日仕入れです。で、これは単価1060円で100個ですから、金額で言うと10万トンで6000円の商品を仕入れてきたと。金額で言うと。で、この時点で、もともと20個残っていたと100個仕入れてますので、合計120個手元にあると。そうするとこの金額を120で割ってあげると1050になるということなんで、1050円に平均すると、まあ、移動平均ということで1050円になる。でこれが上でさっき言ったように100個残っているということでね、100個商品は月末に100個残ってますからね、この100個っていうのは1050円というふうに移動平均ということで単価を修正しますので、単価修正した後は1050円になりますので、これが100個残っているということで10万トンで5000円ということね。ということなんですが、はい、これでおしまいになります。で問題の一番の方で、これはまあ今年の問題なんですが、で、そうですね、橋本先生だと思われます、おそらく。で橋本先生は、特徴としてはまず今扱ったように計算問題で、ね、出します。おそらく間違いなく、まあ、おそらく間違いなくちょっと変ですね、 おそらく、計算問題出していきます。というのはやっぱり、橋本先生のその活動内容、研究内容を見るとやっぱ簿記をやってるんですよね。ですからやっぱり今回のその先入れ先出しだとか移動平均だとかっていう、これ簿記をやってる人は別にそんなに難しい話じゃないんですね。ですから簿記をやってる人はまあ若干有利なのかなって感じがしますけどね。ですから多分こういう問題を出してくると思います。でただここで話をやめると大概皆さんから質問が来るんですが、簿記をやった方がいいんですかということなんですが、もちろん勉強は全てそうなんですが、やった方がいいんですかって、やった方がいいんですよ、もちろん。できるんだったらやった方がいいです。やらない方がいい勉強なんてないですから。ですからそれはやれるんだったらやった方がいいんですけども、ただなかなか実際には多分簿記までやるっていう時間ないと思います。で簿記をやるっていう時間があるんだったら多分鑑定評価理論とかそっちの方をやってた方が多分有効ですから、ですからまあ簿記に関して言うと例年ですね、計算対策講座っていうのはあって、まあ、一応そっちの方で簿記を扱う予定ではいるんですね。ただそれもなかなか正直言ってここまで正確に当てられるかと、的中できるかというと ちょっとそこまでの自信はないんですよ。ですから、まあ、簿記に関して言うと、過去の経験から言うと多分ほとんど皆さんできてないです。まあ、今回は先出しはできた人いると思うんですが、簿記に関しては多分その出来不出来って合否にほとんど影響しないと思ってます、私思うに。少なくとも過去の合格者の話を聞いてみると簿記は正直できなかったという方が結構多いですから、ですから、まあ、あまり気にする必要はないと思います。ですから来年の、まあ、試験ですね、まあ、どういう問題が出るかちょっと分かりませんが、例えば簿記の問題が出てきてできなかったとしても、そこは別に合否には影響しないというふうに割り切っちゃった方がいいだろうと思います。ですから今までに例えば簿記の3級あるいは2級を取得した経験があるんだったら少しやっといた方がいいと思いますよ、そういう経験が終わりの方はですね。ただゼロベースで今から簿記をやるっていうのはやっぱりちょっとそれはもちろんやるんだったらやってもらってもいいんですけれども、まあ、簿記の問題集とかね買ってもらってもいいですけれども、まあ、そこまでの必然性はないだろうなという感じですね。ですからまあやる必要はない で、できなくても構わないということだと思います、はい。であとはまあ、これはもう一人の先生でもそうなんですが、もう会計学は最近ほとんどこんなも空欄補充ですね、空欄補充です。ですから会計学空欄補充 で計算問題も出ます。それから回答の分量、トータルとしての分量がとにかく少ないですね、本当に少ない。ですから皆さん多分今年受けられていて、多分そうだったんだろうと思うんですが、途中で終わっちゃったんじゃないですか、時間ギリギリまでかからずに、なんかもう、もうなんか終わっちゃったわっていうで、まあそんな感じなんじゃないのかなっていう感じですね。まあおそらく会計学はそういう傾向が続くんで、まあ形式的にはね、形式的にはまあ計算問題が入るということと穴埋め問題ですね、それからとにかく分量が少ないということ。で内容面なんですが、内容面はこの橋本先生さっきちょっと強調したつもりなんですが、ちょっとその少し深掘りをするような内容です。でこれも結構皆さん気にしてるようなんですが、新しい会計基準ということで、私のもう結論から言うとちょっとはっきり言っちゃうと多分出ないと思ってるんですよ、新しい会計基準って出ないと思います。っていうのは今年の問題見るとそういう問題出すタイプの先生に見えないんですよ。つまり新しい会計基準って皆さん結構気にしてる人いるんですけども、新しい会計基準っていうのは制度を少しやっぱ変えてるんですね。
でもそれは公認会計士の先生だと、公認会計士とか税理士を目指す人たちはそういう新しい制度を覚えなきゃいけないんですが、そういう制度に基づいてどうするかというのは、これは公認会計士税理士が考えなきゃいけない。で、皆さんは今年の問題を見る限りで言うと、その新しい制度とかっていうよりも昔の鑑定士の試験に戻して、要するに学説対立のようなものが求められている。だからこれ基本中の基本なんですよ。昔の基本問題ですね。基本なんだけど、それが深いんですね。深いから書きにくいんですよ。ちょっと深い内容が問われてしまうと、こういう考え方もありますよとか。だから制度を聞いてるんじゃないんですよ。制度がどうなってるか、 もちろん空欄補充あるんですが、制度がどうなってるかということで、それも空欄補充であっさりと聞くと。で、そうではなくて、例えば取得原価、基準ですね。取得原価基準というものをどう捉えればいいですかとかっていう制度の話を聞いてるんじゃなくて、それをどう考えればいいんですかっていう深い話をこういうタイプの先生は聞いてくる。だから扱う論点は基本的なテーマを扱ってきます。基本的なテーマを扱うんだけども、その基本的なテーマを深掘りしてっちゃうんですよね、というようなタイプに私には見えます。ただ新しい先生がもう一人加わってくるんで、このタイプの先生がまだ全然誰どんな先生だか分かりませんので、ちょっと何とも言えないんですが、少なくとも橋本先生はそういう最新の会計基準がどうなってるかなんてことを皆さんに聞くんじゃなくて、もっと深い話を聞いてくるんですから、会計学の基礎ですね、会計学の基礎ということで、会計学の基礎の部分を深掘りして皆さんにいろいろとこう問題を設定する、そういうタイプで考えれば、最新の会計基準でどうなってるかこうなってるか、そんなことを皆さんに聞くんじゃないだろうなという感じはします。ですから、まあ、そんな心配することはないと思います。ただまあ必要があれば、まあ、レックはですね、まあ、これ以外にも各種討論がありますんでね、また、例えば公開、当然公開模試なんかも含めていろんな討論がありますんでね、まあ、必要に応じて、まあ、少しですね、まあ、そういったところ入れる、まあ、予定が全くないわけではないんですが、もっと皆さんは来年の試験を受けるにあたって基本論点大事にした方がいいですよ。基本的なテーマです。普通こんな誰でも知ってますよねって、そういうテーマです。基本的なテーマを少し深掘りしてやるという感じですね。こういう時はどう考えればいいんですかと、覚えるんじゃなくて考えるんですね。ですから、こういうケースはどう捉えればいいですか、どう考えればいいですか、ちょっと難しい、そういうタイプの先生ということになると、来年も多分似たような感じになるのかなと。で、一応その辺までは、当然我々も分かってますので、まあ、そこを踏まえた上で、また各種、まあ、今回ではないんですけどね、またいろんなレクは公開模試とか、いろんなその答案練習の機会もありますんでね、まあ、そういった機会にまた皆さんにいろんな形で情報提供しようと考えてはいますけどね、とりあえず最新の会計基準ということよりも、今まで普通にこんな会計学をやってる人は当たり前のように知ってるテーマです。それを少し深掘りして問題を作るというタイプですから、今まで、ですね、あまり覚えてこなかったかもしれませんが、どう考えるかとか、どう理解するかとか、そういうふうなことが聞かれるんじゃないのかなと、ね、意外と。でも私思うに、なんか別に私が評価すると失礼な違うかもしれませんが、すごくいい先生だなと思います。確かに穴埋め問題ですね。基本的なテーマは穴埋め問題で聞いて、あとは少し受験生に対して深掘りしたテーマも聞く。そしてまた一部計算ですね。ちょっと、解きにくい計算もありましたが、計算問題も解くわけですね。いろんなものが皆さんに問われる。計算だね。計算だってそう。なかなかいい先生というとちょっと失礼ですけどね、すごく上手な先生だなという感じがしました。昔はですね、っていう問題出す先生もいましたけどね、こんなの解けるわけねえじゃんって言いたくなるような、そういうようなことを、言いたくなるような問題を作る先生もいらっしゃいましたけどね、このタイプはそういうタイプの先生には見えませんので、普通のテーマですね、普通のテーマを少し深掘りして勉強しておくと、まあ、本番の試験ではうまく書けるようになるんじゃないのかなと思います。はい、で、問題の位置はさすがに2年続けては同じテーマ出ないでしょうからね、もうこれくらいにしておきたいと思います。で、問題の2番ですね、問題の2番にちょっと移っていただきたいんですが、で、今日のこの第6回目ですね、今日のテーマは、問題の2番ですね、ちょっとモニター切り替えちゃいますが、有価証券について、まあ、一部ちょっと出てはいるんですが、売買目的ですね、ただやっぱまともには出てきていないので、有価証券の今回ですね、これは今年、一応、
重なるような感じでちょっと出ちゃったんですが、有価証券の期末の評価ですね、これについて、ちょっとお話をしていきたいと思います。で、今年の受験生お分かりだと思うんですが、売買目的有価証券ですね、これと、いわゆるトレーディング目的の棚卸さん、まあ、同じ、評価の仕方になるんで、まあ、それが、まあ、今年出たということにはなるんですけどね。ただ一応有価証券はやっぱりやっといた方がいいですね、期末の評価ということで。で、まず有価証券の場合には、4つに分けるんですね。4つに分けます。で、期末の段階で評価するには4つに分けるんですね。で、1つが売買目的の有価証券ということで、で、意義なんですが、はい、で、売買目的有価証券とは、時価の変動により利益を得ることを目的として保有する有価証券。そう、時価の変動、特に時価が上がったときですね。時価が上がったときは、まあ、利益、当然プラスで利益が出ますので、ですから、まあ、時価が上がったときはすぐに売却して利益を出そうみたいな、そういうことを目的にして保有する、有価証券ね。ということで、貸借対照表上はどうなるかというと、売買目的有価証券については投資者にとっての有用な情報は有価証券の期末時点での時価に求められると考え、したがって時価をもって貸借対照表を価格とするということで、時価なんですね。で、ですか、ちょっとモニター切り替えちゃいますが、ちゃんと理解しておかないと、繰り返しになっちゃいますが、今のこの橋本先生なんかの問題の作り込みを見てみると、表面的な知識だけでは解けない、要するに深掘りされていっちゃう可能性があるので、ただ直で評価する、これはもう皆さん知ってると思います。売買目的有価証券直ですね、直で評価するのは多分皆さん分かると思うんですが、なんで直なんですかと、それからもう一つはちょっと後でやりますが、その他有価証券も直なんですよ。ですからその他有価証券、ちょっとから後で扱いますが、その他有価証券も売買目的有価証券も同じ時価で評価しますよ。そこまで正確に覚えてください。まず覚える。売買目的有価証券もその他有価証券も時価で評価するんですよ。時価で評価します。ところがなんで時価で評価するのかの目的が全然って言っていいぐらい違ってるんですね。違います。もう全くというより違う。で、まず最初のテーマですね。売買目的ですか？売買目的有価証券ですよ。売買目的有価証券は売買目的なんだから。売買目的なんだから、時価で評価するのは当たり前なんですよ。当たり前。だから、根拠としては本当に簡単でいいわけです。ですからそんなに深い理由は説明必要ないんですね。売買目的有価証券については我々投資者にとって有用な情報というものを考えたときに、有価証券の期末時点の時価でしょうと、したがって時価をもって貸借対照表を価格としていると、それだけなんですよね。つまりちょっとモニター切り替えちゃいますが、例えばある会社が売買目的で株を持ってる。売買目的で株を持ってるね。で、売買目的で株を持ってるんですが、そのある会社の私が投資家だとする。で、投資家だとすると、私たち投資家ですね。まあ、ここでは投資者って言葉使いますが、投資者、投資家の立場で考えると、そのある会社の株を私が持ってるんですが、その会社が売買目的の有価証券を持ってるわけです。その売買目的有価証券は時価の変動によって利益を出そうとしたとね、時価の変動によって利益を出そうとして持ってるわけだから、時価がいくらなのかという情報は我々にとって大事なんですよ。投資家にとって時価が上がれば売るでしょって、売買目的なんでしょと、時価が上がれば売るんでしょと、売るんだったら売ったらいくらになるかという時価で表示をしてくれる、評価して表示をしてくれるということが我々投資家から見る、まあ、投資者って言葉使います、投資者から見ると有用な情報になるわけですね。それだけでいいんです。ですからあっさりとしたものなんで、なんでかというとしつこいようですが、売買目的で持ってるんですよ。売買目的で、例えば株式なんかのいわゆる有価証券ですね、有価証券持ってるんだから、当然時価で評価するのは当たり前じゃないですかと、売る目的で持ってるんだから。
売る目的で持ってるんだから時価で評価するのは当たり前でしょって言ってるわけです。それ以上でもそれ以下でもないわけですね。ですからそれだけでいいんです。根拠としては売る目的で持つんだから時価で評価してくれる方が我々投資家から見れば、投資者から見ればそれが有用な情報なんだ。だからなんで時価ですかと言ったら、時価を持って貸借対照評価とするのかと言ったら、投資者にとって有用な情報というのは有価証券の決め手の時価なんです。ちょっと具体的にやってみると、例えば売買目的有価証券、期末評価で考えて当社は売買目的有価証券を持っていて1億円で買ってきた、取得原価1億円です。ところが期末の段階では時価が8000万、あるいは時価1億、ごめんなさい、ちょっと2つ並べちゃったんですが、両方の可能性でちょっと今やってみます。で時価8000万円だったら8000万円で評価をする。で1億5000万円だったら1億5000万円です評価をする。要するに時価で評価をする。で仮に時価8000万円になっちゃったという場合には評価損になります。1億円で買ってきたものが8000万円に下がってるわけですから評価損なんですね。評価損です。損益計算書に計上すると。でちなみにこれだけだったら、これだけ時価が下がってますね、時価が下がっているから評価損ですね。2000万円、まあ1億円で買ってきたものが8000万円ですから差額の2000万円、これが評価損というような内容で損益計算書の方に表示される。で実はちょっとすみません、モニター切り替えちゃいますが、これだけの処理だったら、私が大学生の頃もこういう処理っていうのはまあ任意だったんですが、任意ではやってたんですよ。要するに時価が下がった時ですね。時価が下がった時は時価で評価をしましょうねというのは、それは私たちが学生の頃からこういう処理ってありました。ありました。時価が下がった時。ところが、これが私が学生の頃はなかったんですよ。逆に時価が1億5000万円に上がった時は1億円で買った有価証券が1億5000万円ということで評価益になるね。でこれが私が学生の頃はなかったんですね。評価益というのは5000万円、これを今の制度上は損益計算書に利益としてもう確定ですね、利益として確定させちゃうんですよ。ではこれが私が大学生の頃はなかったんで、てかやっちゃダメだって言われてたんですね。なんでかというと、この評価益5000万円、これ制度上は、制度上は今損益計算書に5000万円利益ですね、まあ、評価益ということで、まあ、利益としても出してしまう、ね、ただ私が学生の頃はこれダメだって言われていて、なんでダメなのかというと、この5000万円ですね、この5000万円を評価益というような中身としては評価益ですね、評価益という中身になるんですが、これを制度上は利益として計上することになっちゃいます。でもこの5000万円の利益ですね、1億円で買ってきたものが1億5000万円になったんで5000万円の利益が出た、まあ、確かに分からなくはないんだけれども、これ分配できますかってかことを考えるんですね。と私が学生の頃、私が学生の頃はこの5000万円は分配できない、分配できないでしょって。だって帳簿上で利益出してるだけなんだから、この5000万円は、この5000万円は帳簿上で利益を出しているだけなんで分配できないですね、分配できないですね、分配できないです。分配できない利益なんか出しちゃったら大変でしょっていうので、分配できない利益を出してしまうと本当は取っておかなきゃいけない資金ですね、それは会社の外に出てっちゃうことになるんで、それはまずいんじゃないんですか。だから私が学生の頃はこれダメだって言ってたんです。評価益はダメですよって、分配できないから、分配できないから。ところが今の 金融商品のその会計基準によると、そうではなくて、これは売買目的の、売買目的の有価証券だったら、売買目的の、売買目的の有価証券だったら売るんでしょって、どうせすぐに時価上がってんだから売るんでしょって、売ったら換金できるんだから、この5000万円はすぐにお金として回収できるでしょっていうことなんで、だからこれはもういいでしょという話になってるんですね。だから問題ないことになっちゃってるんですよね。だから売買目的、売買目的です、売買目的です。売買目的の時は評価益、時価が上がってますね、時価が上がるってことはすぐ売るで、どうせすぐ売るんでしょって、売ったらお金に換えられるんだから、それは別に問題ないでしょって話になっちゃうんですね。ということで別に今問題ないんだということになっちゃいます。ただこれは明らかに取得原価からは逸脱します。特にこっちですね、この評価益5000万円を計上する、これは明らかに取得原価基準からはもう逸脱してしまうんですよ。要するに取得原価1億円ですけどね、
取得原価1億円を1億5000万円で評価、1億5000万円で評価しちゃったら取得原価を超えるって形になっちゃうんですよ。でこれも完全に取得原価を逸脱するということなんで、取得原価基準からはもう外れますよということになっちゃいます。だからこの考え方というのはいわゆる自家主義の考え方を適用していると言われてね、自家主義になっちゃってますよというね。はい、まあ、とりあえず覚えておいてください。両方ですね、時価が下がったケースと時価が上がったケースで、まあ、ちょっと同じような内容になりますが、評価差額ですね、この評価益とか評価損ですね、評価差額が出るんですが、売買目的有価証券は売却することによって事業遂行上等の制約がないと、まあ、当然なんですけどね、売買目的で持ってるんだから ね、この1億円で買ってきた株ですね、例えば株式有価証券なんですが、これは売るということ、売るということに対して事業遂行上の制約ないでしょと。つまり事業遂行上の制約がないということはどういうことかというと、この1億円ですね、1億円で買ってきた有価証券なんですが、この1億円で買ってきた有価証券を、まあ、時価で手放す、時価でもって手放すんですが、時価でもって手放したって今まで通りうちの会社は事業遂行できるはずなんですよ。だからこの売買目的有価証券に関して言うと、売ると売却ですね、売るということに関して事業遂行上の制約はないですよと、自由に売ったっていいでしょということなんですね。だったら時価の変動にあたる評価差額が企業にとっての財務活動の成果と考えられることから、その評価差額が当期の損益として処理をするんだということになるわけですね。要するに時価が上がったり下がったりする、まあ、時価の変動ですね。で当然評価差額が出ます、評価差額が出るんですが、これは財務活動の成果と捉えると考えられることから、評価差額はもう当期の損益として確定しちゃっていいんですよということで処理してしまいましょうというね。でこれ実はですね、本当に細かい話なんですが、実はこれはですねちょっと細かい話なんですが、この時価の変動でね、時価が上がったり下がったりする、時価の変動にあたる評価差額というのが出るので、この2000万とか、まあ、5000万ですね、この評価差額が出るんですけども、評価差額は企業にとっての財務活動の成果っていうふうに、これ基準でこんなふうに表現使っちゃってるんですが、これ結構多くの人がこれ言葉の使い方間違ってるんじゃないかっていう指摘もあるんですよ。これ実は基準に書いてあるような表現なんで、このまま覚えてほしいんですが、確かに言われてみると、時価の変動にあたる評価差額が企業にとっての財務活動の成果、これ投資活動なんじゃないんですかということで、ただあまりこういうことで皆さん投資活動で覚えちゃうとまずいんで、財務活動で覚えてください。これ基準としてはこういう表現になっちゃってるんで、もうこのまま覚えて、できればこのまま覚えてほしいんですが、ただこれ多くの人たちからは、時価の変動にあたる評価差額が出るんですが、これは企業にとっての財務活動の成果と考えられることからっていう表現を基準ではそうやって使っちゃってるんですが、これ財務活動なのか、これ投資活動なんじゃないのかっていうふうなことで、まあちょっとその辺ですね、ちょっと微妙だなという感じがするんですが、ただ基準に関して言うと財務活動という言葉で使ってるんで、これなるべくこのまま正確に覚えてほしいんでね、時価の変動による評価差額が企業にとっての財務活動の成果と考えられることから、評価差額についてはもう当期の損益として確定させるということになるわけですね。でこれが実は今年の試験問題でも、まあ、皆さん記憶にあるかなと思います。売買目的有価証券ということで、トレーディング目的の棚卸さんと同じ会計処理をするものは何ですか。当然これは売買目的有価証券だということなんですね。はい、で、あとはですね、次のところで2つ目ですね、満期保有目的の債権、ね、満期保有目的の債権ということになります。で満期保有目的の債権は、というのは企業が満期まで保有することを目的としている債権で、ここ細かいんですが、債権の権はこの権ですね、これは書かないでほしいんですが、あの権利の権書かないでください、これは絶対間違いです。有価証券の話をしているんで、有価証券をの話をしているときにこっちの権使っちゃったら間違いになっちゃいますね。満期保有目的の債権はチケットの方ですけどね。でこれは満期まで保有する目的で持っている債権ということになります。例えば国債ですね、国債なんかのような債権ですね。でこれは売る目的じゃないんですよ。売るんだったらこっちになっちゃう、売るんだったらこっちですけどね、売買目的になっちゃうんで売らないんですよ、売らない。だから満期まで保有しているということなんで、これはだから時価は関係ない。例えば国債ですね、
例えば国債を持ってる、これ時価いくら、これ分かりますよ、計算すれば時価がいくらってでき分かりますけども、でもそもそも満期まで保有することによる約定利息ですね、および元本の受け取りを目的としているということなんで、あの時価は分かりますよ、もちろん時価がいくらっていうことは、この満期保有目的の債権ですね、時価分かりますけれども、ただ別に売るんじゃなくて満期までずっと保有し続けることによって、約定利息ですね、例えば半年に1回利息を受け取るということで、あと元本だって返ってきますよね、それを目的にしているわけです。ですから、はい、満期までの間のですね、満期までの間の金利変動による価格変動リスクで、これは多分皆さん経済学でやってると思うんですが、金利が変化すると債券って価格が変わっちゃうんですよ、債券の売買価格ですね。ですから金利ですね、金利が変わると、金利が変化すると債券の売買価格って変わるんですね、価格が変わっちゃうんで、確かにそういうリスクがあるんだけれども、でも戻っちゃいますが、満期まで保有するという目的で持ってるんで、売らないでしょと、売らないでしょと、売らないんだったら金利が変化して債券の価格も変わっちゃうんですが、そういうこと考える必要ないでしょと、売らないんだから、売らないんだからそんなこと考える必要ないでしょということなんで、原則取得義務。ただなんで原則なのかというと、実はちょっとそうですね、正し書きがあるんですよ、正し書きがですか、原則として取得原価なんですが、ただしこの債権ですね、債権を債権の金額よりも低い価額または高い価額で取得した場合において、債権価格と、ごめんなさい、取得価格と債権金額との差額の性格が金利の調整と、ここが条件です。ですからこの辺のところは来年の本試験狙われる可能性ありますよ。償却原価法というやり方が適用されるための条件なんですけど、これ、まあ、いわゆる償却原価法ですね、償却原価法というやり方が適用されるための条件なんですかといったら、まあ債権金額よりも高い金額または低い金額で取得して、さらにその差額ですね、差額が金利の調整なんだと認められないと償却原価法は適用できません。で、償却原価法というのは金融資産、または金融資産を債権額または債務額と異なる金額で、これは償却原価法の一般的な定義を書いてます。この括弧の中、括弧の中は一般的な定義なんで、こっちはですね、債権の件はチケットじゃないんですよ、チケット以外にも償却原価法というのは適用されることがあるので、こっちは債権の件は普通の権利の方なんですね、もっと幅が広くなります。で、債権額よりも債権額または債務額と異なる金額で計上した場合にというね、で、償還期に至るまで一定の方法で、取得、価格に加減する方法というね、例えば満期保有目的の債権における償却原価法で、これ今回は満期保有目的の債権ですねにおける償却原価法なんですが、他の金融資産に対しても償却原価法というのは適用されることがあります。ですから先ほど言いました、償却原価法を説明するとき、償却原価法を説明するときは債権の件はもっと幅が広いね、権利の件の方を使ってしまうというね、例えば社債を買ってきました、うちの会社ですね、額面上は総額で100万円と、でこれを、10年後に償還予定だと、ちょっと今簡単な条件にしますが、でこれを債権金額、この債権ですね、債権の金額には100万円って記載がある、ところがこれを90万円で取得したということになるわけです。でそうするとこの差額ということで、100万と90万の差額10万円、これをまあ10年間ということで、まあ、ちょっと今定額法でやっちゃいますが、定額で考えていくと、年間で計算していくと10年間で割っちゃいますから、年間で1万円ずつということで、でこの100万円ですね、100万円には額面には100万円って書いてある、記載がある、ところがこれを90万円で取得した、この差額の10万円です、これ差額の10万円ですね、この差額の10万円がちょっと上に戻っちゃいますが、この差額の10万円が明らかに金利の調整だと認められれば、どういうことかというと、額面には100万円で書いてあるね、ということは10年後ですね、償還期限10年だとすれば、10年後には100万円返ってくるんですよ、100万円返ってきます。ところがそれを90万円で一旦取得しているということ、このチケットですね、この社債というチケット、この社債というチケットを90万円で取得しているね、で10年経ったら100万円返ってきます。そうするとこの差額の10万円って何かというと、利息を受け取ってると考えられるでしょってことなのね。だから利息を受け取ってるんで、まあ、金利の調整だと、で金利の調整だと認められるんだったら、この
年間で言うと1万円ですね。10万円を10年間で割っちゃうんで、年間1万円ずつこの取得原価の中に加算していくと。だから90万円に1万円です。1年目ですね。各決算時の貸借対照表の価格はいくらになるかということで、1年目の貸借対照表には91万円で、2年目は92万円、3万円はという。でこれを10年続けていくと、トータルとしては、10年目ですね、100万円になるということに、1万円ずつ加算しますよね。で最後は100万円10年経ったらお金が返ってくるということね。でこれが償却原価法ということで、上に戻っちゃいますが、正し書きですね、債権を今回は社債ですね、社債を債権金額今回は100万円です。100万円よりも低い価格90万円で取得したということになります。債権には100万円って書いてある額面ね、額面には100万円って書いてあるんだけども、90万円で買ったということですね。はい、焼却原価法は必ずやってください。必ず覚えておいてください。いいですか。大事ですよ、焼却原価法。あとちょっと次の論点なんですが、子会社株式および関連会社株式で、まあ、および関連会社、ちょっと2つ分けたいんですが、まあ、ほとんど同じといえば同じなんですが、子会社っていうのは支配って言葉使ってください。だからちょっと強いんですよ。で子会社の株を持つということで、これは事業投資と同じなんですね。要するに建物とか機械を買ってくるのと同じだというような考え方、会社としては建物とか機械を買ってきたのと同じ、子会社の株を買うというね、時価の変動を財務活動の成果とは捉えないという考え方に基づいて取得原価を持って対してください。だからいくらで買ってきたのか、取得原価、時価関係ないですね、時価は関係ないと。で関連会社もあまり変わらない、ただ関連会社は影響力って言葉を使うんですね。だからちょっと支配よりは一つトーンを下げてあげて、子会社は支配する、関連会社は影響力を与えるということなんですね。でこれも基本的には一緒です、ね、一緒なんで取得原価で評価をするということで、やっぱりですね、事業投資として見ると、ね、で次のページになりますが、で今度は、その他有価証券で持ち合い株なんかが典型例だって言われてます。最近だいぶ少なくなってきたって言われてるんですけど、ね、昔は多かったんですが、その他有価証券のいわゆる持ち合いですね、株式の持ち合いです。で、お互いに、まあ、株を持っているという、まあ、株式の持ち合いですね。でその他有価証券は売買目的有価証券、満期保有目的の債権、子会社株式及び関連会社株式以外の有価証券、つまりその他有価証券というのは積極的な定義がないんですよ。要するに上で説明した3つですね、売買目的、満期保有目的、子会社株式関連会社株式、この3つ以外の有価証券を全部まとめてその他と言っちゃってるということだね。ただこの典型的なものがいわゆる持ち合い株だと言われてますね、ですか。ちょっとこれで一旦そろそろ前半をおしまいにしたいと思うんですが、持ち合い株をちょっと考えてください。だいぶ最近は持ち合いが解消されちゃっていて、特にバブル崩壊後ですね、持ち合いは解消してるって言われてるんですが、ただ持ち合い株っていうのは普通はですね、まあ、最近結構売っちゃうことも珍しくないんですが、もともとお互いに相手の株を持ってるんですよ。普通はですね、普通は少なくともそんな簡単には売らないって言われてます。持ち合い株はもちろん売ったっていいんですよ、売ったっていいんですけれども、普通は売らないです、そんな簡単には。そうすると売らないものを実は今度、まあ、時価で評価するってことなんですが、売らないものをなんで時価で評価するんですかってことなんですよ。ですか。売る目的ならさっきお話をした売買目的になっちゃうんですよ。売買目的になります。でもそうじゃないので、その他有価証券、その他有価証券は売買目的とは違う、売買目的とは違うので売る目的ではないんですね。売る目的じゃないんですよ。ですから正確に覚えてください。売る目的じゃないんです。売ってもいいですよ、売ったっていいですよ、売ったっていいんですけども、売る目的で持ってるわけじゃないんです。その他有価証券というのはお互いに相手の株を持つみたいな形ですね。例えば典型例としてはそういうものがある。売る目的じゃないんですね。売る目的だったら売買目的になります。で売る目的じゃないのに、皆さん多分ご存知だと思うんですけど、これ時価で評価しちゃうんですね。なんで売らないのに時価なんですかと、まあ、売る目的、まあ、売ったっていいですけどね、売ったっていいんですけども売る目的じゃないですから、
売る目的じゃないのに、なんで時価で評価するんですかということなんですね。だからこのその他有価証券は、まあ、実は時価で評価することになります。時価です、時価です。時価で評価するんですが、売る目的じゃないものを時価で評価するんですね。だから結構詳しい根拠が必要なんですよ。売る目的だったらいいですよ。さっき言った売買目的、売買目的だったら、売買目的だったら売る目的なんだから時価で評価する、当たり前でしょ。もうそれで一言で跳ね返しちゃえばいいわけです。売買目的、売買目的はなんで時価で評価するんですかって、だって売る目的なんだから時価ですよ。それでいいです。別にそれが我々投資者ですね、投資者にとっては有用な情報の提供につながってるんでしょっていうことですね。ところが今回のその他有価証券は売らないんですよ。売ってもいいですけどね、売ったっていいんですけど、売る目的ではない、売る目的ではないのになんで時価で評価しちゃうんですかということね。でそれは相当詳しい根拠が必要になっちゃうんですね。で実はこれは覚えですよないんですが、ちょっとこれでおしまいにしたいと思うんですが、もともとですね、あの言われていたんですが、日本っていわゆる日本的経営と言われていて、お互いが相手の株って持ってるんですよ昔は。例えば銀行とゼネコンですね、銀行とゼネコンが例えばお互いに相手の株を持ってる、そうするといいこともあるんですね。何がいいんですかと、お互いに相手の株を持ってると、そうするとお互いが相手の株主になってるから株主総会って開くんですが、お互いに相手の会社の株主総会に出るので、そうするとお互いも昔からの顔なじみになるんですね。そうすると株主総会開くんですが、株主総会開いた時にお互いも知り合いなんですよ。お互いが知り合いですね。そうするとお互いが知り合いだから相手に対して厳しい発言ってしないんですよ、株主総会開いても。だからお互いが相手の株主になってるから、そうすると株主総会に出席をするんですが、その時、ああどうもいつも ありがとうございますねなんていう、こうなんか受付かなんかのところで、ああもういつもいつも本当にお世話になって、いやいやこちらこそ お互い様じゃないですか、お互い様ですね、よく日本で言われるお互い様、要するにお互いに相手の株を持ってるからお互い様なんだ、だから相手に対して厳しいことを言わない、そうすると長い目で経営ができるんですね。例えば5年先10年先20年先を見て長い目で見て経営ができる、こういうメリットがあったと言われてるんです。ところがバブル経済が崩壊してからはそんな悠長なことは言ってられない、目先の利益を出さなきゃいけないから、バブル経済が崩壊をしちゃうともうお互いそういうようなことはやめましょうということで、直で評価をした方がお互いに緊張関係作れるんじゃないかなんていう意見が出てきちゃったんですよね。ですからやっぱり直で評価しないとお互いに緊張関係作れなくなっちゃうので、だからそういう意味でもやっぱりお互いに相手の株を持っているときは相手の株の直がいくらなのか、例えば銀行ですね、今ちょっと経営が厳しい、外時価下がってくる、そういうことも含めてやっぱり、大事な情報になってくるということなんで、あのお互いに緊張関係ですね、緊張関係作る上ではやっぱり時価の方がいいんじゃないかっていう話が出てきたんですね。ただそれはどっちかというと経営の観点からですね、経営の観点からお互いに緊張関係作るためには時価で評価しておいた方がいいでしょうと。ただちょっと後半やりますが、会計の観点からまたちょっと別の説明になっちゃうので、会計の観点から言うとその他有価証券ですね、その他有価証券ということで売る目的ではないものをどうして時価で評価するんですか、それはやっぱり結構詳しい根拠が必要になっちゃうので、これはちょっと後半やりたいと思うんですが、ただ制度としてはその他有価証券は時価で評価をするというところで、ね、そこはしっかりと覚えておいていただきたいと思います。はい、でですね、続きは後半のところで説明をしていきたいと思います。では10分休憩を挟んで、やはり、後半ですね、1時間の演習で、その後また解説、20分の解説の方に移っていきたいと思います。ということで、ちょっと一旦ここで前半の講義はここまでということにしておきたいと思います。では、10分ほど休憩をお取りください。